保障リハというリハビリのアプリになります。ここに写真が出てきて、これを答えていくといったアプリですね。優しいとあるように難しいも今度紹介します。では実際にアプリを見ていきましょう。アプリの画面はこんな感じです。基本語と中級までが入っています。基本語というのはどんなものかというと、こんな感じ。船とか、 電車、カレー、ご飯。こういったレベルのものがかなりたくさん準備されています。そしてこれが基本語。これが終わったら中級も用意されています。タンポポとかトイレットペーパーとかそういったレベルですね。少し難しくなります。これもまた大量に用意してありますので、このすべてを練習すれば、 日常で使うある程度の言葉はモーラーできるはずです。